公民館とは、現代の日本において、住民のために、実際生活に即する教育、学術、文化に関する各種の事業を行う教育機関の、ことである。公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって、住民の教養の向上、健康の増進、 上層の順化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。明治維新以後、資本主義の発達に伴って都市部でも農村部でも、様々な歪みが生じるようになった。このため、地方改良運動及び社会教育の実施を目的として様々な名称を持った公共施設が建設された。旧来の村や、行や、 若者宿に加えて、林保館や、労働福祉会館などの名称で呼ばれた施設がこれに、当たる。昭和期に入ると、公民館と呼ばれる施設も登場し、大正後期から引き続き行われてきた、社会教育の導入、関東大震災後の国民性新作工運動、昭和教皇家の教家総動員運動や農産漁村、経済構成運動など、 協計活動への住民導入体制の強化に伴って、その円滑な実施のための施設の必要が唱えられ、学校施設を舞台とした、全村学校運動や、図書館施設を舞台とした、図書館付帯施設論争などが行われた。日本初の公民館、後藤白記念公民館の敷地内にある、後藤新平勝力松太郎両名の共造。1923年。 正力松太郎が警視庁を辞め、読売新聞の経営に乗り出した際、後藤新平が資金面で援助をした。その後、正力松太郎はその恩返しとして、後藤新平の故郷である、岩手県水沢町に資金を寄贈した。岩手県水沢町が、正力松太郎から寄贈された資金を使い、1941年に建設したのが、 五島博記念水卓公民館である。つまり、日本で公民館に類似した施設は第二次世界大戦以前にあったと言える。あとに、岩手県水沢市の新しい公民館は2001年からは五島博記念公民館と改称されている。なお、同公民館の隣には五島新兵記念館がある。現在ある公民館は戦前に 文部省の成人教育課長であった松尾智雄が唱えた社会教育館構想を母体として文部省の公民教育課長であった自中作をによって構想されたものが原型となっている。1946年より日本の民主化政策に伴って各地に公民館設置が行われ、1949年の社会教育法制定によって法的に位置づけられた。 公民館制度は、戦前からの地域施設設置運動と住民の参加システムを活かす形で住民の企画、運営への直接参加が行われるなど、地域における住民の学習権保障の場として評価されている。公民館は、市町村内市は特別区が設置する。市町村が設置する場合を除くほか、 公民館の設置を目的とする一般社団法人、一般財団法人でなければ設置することができない。より気軽に住民が利用でき、高齢者の孤立を避けるなどの目的を兼ねた集いの場として、個人が CO 民館を開く運動もある。いわば、施設公民館で、デンマークの教育施設フォルケホイスコーレを参考にしているが、社会教育法が定める。 公民館とは異なる。公民館は、目的達成のために、概ね、次に掲げる事業を行う。定期講座を開設すること。討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。各種の団体。 機関等ののののの連絡をを図るるここととそそ施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること公民館は公共の施設であることから次の行為を行ってはならない。もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。特定の政党の利害に関する事業を行い、または 公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。また、市町村、または、特別区の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派もしくは教団を支援してはならない。より多くの人々が施設で交流を深めてもらう。よう公民館を、生涯学習センター、交流館、地域交流センターなどと言い換える設置者もある。 解消を機に、地域の自治組織の活動拠点として住民に運営を委託するケースや、公民館と同等の機能を持ちながらも、法律上の公民館に該当しないようにすることで、営利目的での利用、企業や特定非営利活動法人による利用を解禁するケースがある。また公民館の名称を維持しつつ、住民票や税務書類の発行などの行政サービスが、 提供できるように市民センターなどを併設するケースもある。社会教育法に基づかない学習のための集会施設は公民館類似施設として位置づけられ、また各地には自治会館等を公民館と称する例があり、これは自治公民館やブラック公民館と名付けられている。ただし自治体によっては交流センターなどの名称を公民館の代替名称ではなく、 公民館を含む複合施設の名称としている場合がある。図書室が設置されている公民館も存在する。2011年度の社会教育調査によると、日本全国の公民館数は14,681館で、そのうち図書室を有するのは5,858館と、設置率は4割程度であった。公民館図書室の数は、 公共図書館の整備の進行や公民館の統廃合により減少傾向にある。公民館図書室と一口に言っても図書室という専用の部屋を持たずに公民館内のオープンスペースで本を並べている施設もあれば図書館と同様の水準で貸し出しを行っている施設もあり公民館職員が運営するところもあれば同一自治体内の公共図書館から 職員の派遣を受けているところもあるなど、実態は公民館によって異なる。公民館図書室は1946年に文部次官が発表した公民館の設置運営についての中で示された公民館の実践部隊としての図書部に期限を持ち、1959年の公民館の設置及び運営に関する基準第3条で、 公民館に設置する施設の例として、資料の保管及びその利用に必要な施設と記載されたことで設置が奨励された。しかし、同基準では公民館と書室の役割を規定しておらず、現場では公民館の活動を補助するための資料の保管や貸し出しを行う施設として認識された。図書館法との関連で見れば、公民館と書室は第十九条の 図書館同種施設ということになるが、同法は図書館同種施設の役割を具体的に示していない。尾和市立中央公民館2階に尾和市立図書館がある。2001年に中央公民館図書室から市立図書館に組織変更されたが、施設はそのままである。図書館は図書館法で具体的に規定された施設であるが、公民館図書室は 図書館法と社会教育法に挟まれた曖昧な存在である。公民館の現場では、図書の収集、貸し出しや、レファレンスサービスを提供することを使命とするのが、図書館、公民館の活動を補助するために、図書の収集、貸し出しを行うことを使命とするのが、公民館図書室と認識されてきた。平たく言えば、本と人との関係を作るのが図書館。 本を媒介として、人と人の関係を作るのが公民館図書室となる。くし鉄之助は、図書館法に基づいて、設置されるのが図書館、社会教育法に基づいて、公民館サービスの一つとして、運営されるのが公民館図書室であるとし、業務内容や機能に大差はなく、実質的には、 独立した建物ないし複合施設内で、中核施設となるような規模の大きいものが図書館、施設内の一室など、規模の小さいものが公民館図書室である、と解説している。サービス面から言えば、公民館図書室は図書館ではないため、所蔵資料の副写サービスを提供できない一方、図書館無料の原則に縛られないので入室料、利用カード作成料、 貸出資料などを徴収することができるという違いがある。公民館図書室の起源である公民館の設置運営についてで示された図書部の精神にのっとるのであれば人間形成と地域づくりに資するために図書の収集、貸出を行うことが公民館図書室の役割であるので図書館とは大差ないといえ公民館活動のための図書だけを収集。 貸し出しすることは当初の精神からずれることになる。実際、図書館の代替施設内し図書館ネットワークのサービスポイントとして機能する公民館図書室は多く、小規模な自治体では将来的に公共図書館へ発展することが期待されていることも多い。また公民館図書室でありながら各都道府県の図書館協会に加盟する。 公民館図書室も存在し、秋田県立図書館のように公民館図書室の積極的な支援を打ち出している図書館もある。一般市民にとって図書館と公民館図書室の違いはよくわからないもので、公民館図書室は公共図書館ができるまでの代替施設、ないし、未熟な公共図書館として受け止められることが多い。すなわち狭い、暗い、蔵書が少ない、 蔵書が古いというハード面の問題とレファレンス、非対応、専任職員の不在内資産機関の交代、利用手続きの煩雑性というソフト面の問題を抱えた施設とみなされてきたのである。公民館の現場でも、図書の収集、貸し出し、整理など手間がかかる、お荷物施設とみなされ、十分に活用されていない場合は単なる、お飾りになっている。そのため、 公共図書館が開館すると同時に閉鎖される公民館図書室も多い。他方で住民が図書館と公民館図書室の役割の違いを認識し積極的に公民館図書室が存置される事例や複数の小規模な公民館図書室を一つの大規模な図書館へ統合しようとするも住民の反対で消極的に公民館図書室が存置される事例もある。 平成の大合併では、公民館図書室から図書館に組織変更する事例や、公民館図書室を既存の図書館の文館に変更する事例が多く見られた。少年自然の家や青年の家などの名称を用いた社会教育施設は、当該施設の主催事業や学校等の集団での 宿泊研修において、宿泊を伴う活動にも対処できるようにするために、専用の宿泊施設が併設されていることが多いが、その一方で、専用の宿泊施設を併設しない青少年、教育施設もある。そのような施設は、非宿泊型青少年教育施設と言われ、施設形態や、利用形態も公民館並みであり、都市青年の家によくあるという。 当然のことながら、非宿泊型青少年教育施設の主催事業は、日帰りのみである。しかし、非宿泊型青少年教育施設は、近年の行政改革等により、廃止されたか、公民館に転用した施設もある。ありがとうございます。